キャラバン隊情報です。愛媛国体まであと141日、愛媛大会まであと169日です。今日の笑顔キャラバン隊情報は、この週末に行われます関連行事、愛媛国体愛媛大会、いろいろあります。現在選考会が各競技を行っておりまして、昨日今日行われているのは愛媛ゴルフクラブで青年男子女子のゴルフの選考会が行われております。ちょっと天気が心配ですが大丈夫かな。明日の13日、明後日14日は高知で、弥勒高知射撃場でクレー射撃競技のリハーサル大会が行われます。本大会の会場もこの弥勒高知射撃場でやるんですね、クレー射撃は。そしてね、まだまだですよ。14日は愛媛国体デモンストレーション競技のウォーキング、これがデモンストレーション競技であるんで、上島町で開催されます。壱岐那島から佐島湯気島の7キロほどのコースを歩くウォークイベント、デモンストレーション競技、こういうのもあるんですね。そして同じく14日日曜は愛媛国体、同じデモンストレーション競技はバウンドテニスが新居浜市の山根総合体育館で開催です。このバウンドテニスというのは通常のテニスコートの6分の1の広さなので、そんなにこう動き回らなくてもいいし、気軽に楽しめるテニス、卓球のとの中間ぐらいのスポーツだと言われているそうでございますよ。バウンドテニス、ウォーキング、そしてゴルフの選考会、射撃のリハーサル大会などなど、この週末もあります。で、今日は先週もお話ししましたが、今月から愛媛国体愛媛大会の開会式、閉会式の一般観覧者募集がスタートしております。改めてどうすれば参加できるのか、この大会の実行委員会事務局の児玉達人さんです。児玉さん、おはようございます。おはようございます、児玉です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これちょっとね、びっくりしている方も多いと思いますので、まずはそれぞれの式典の日程、そしてプログラム&出演者教えてください。はい、愛媛国体の総合開会式が9月30日土曜日の9時30分から、はい、総合閉会式が10月10日火曜日の12時15分から、愛媛大会開会式が10月28日土曜日の7時30分から、はい、うん、で閉会式が10月30日月曜日の14時から会場となってます。はい、はい、お、が、児玉さん、ちょっと音の具合が、はい、若干微妙なところありますね。ゆっくりめで言ってください。わかりました、すみません。はい、式典中は目標付けのやイメージソング、ダンスのほか、はい、県民参加のパフォーマンス、あと著名人の出演など、うん、皆さんを魅了する多彩なプログラムをご用意しております。気になります、著名人を教えてください。 そして気になる出演者ですが、はい、愛媛国体の総合開会式には波佐間寛平さん、うん、真鍋香織さん、はい、水木奈々さん、はい、で総合閉会式には友近さん、みかんさん、はい、あと愛媛大会の開会式には片岡鶴太郎さん、はい、本田智子さん、姫キュンフルーツ館さんの皆さん、はい、で閉会式には本田智子さん、大塚愛さん、また両大会の開会式にミキロさん、ダブリさんが出演されます、うん、はい、ちょっともう一度ご紹介しますね。はい、愛媛国体の総合開会式に波佐間寛平さん、そして真鍋香織さん、はい、水木奈々さん、はい、総合閉会式が友近さんとみかんさん、はい、愛媛大会の開会式は片岡鶴太郎さん、本田智子さん、はい、姫キュンフルーツ館の皆さん、はい、そして閉会式が本田智子さん、大塚愛さん、はい、さらには両大会の開会式にみひろさんとラブリさん、はい、すごい、そうです、一目だけでも見たいと思います。で、はい、それぞれの募集人数や入場料などもあるそうですので教えてください。はい、各、まあ、式典につきですね、はい、約8000席ずつご用意してますが、はい、申し込み多数の場合は抽選となります。はい、で入場料は愛媛国体の総合開会式のみ有料となっておりまして、はい、で中学生以上1000円、小学生以下500円、で残りの3つの式典は無料となってます。うん、場所は
ニンジニアスタジアム、愛媛県総合運動公園陸上競技場でございますからね。はい、そうです。で、募集期間、そして当選しました、さらには入場券が届くなどなど、どんな流れになっているんでしょうか。はい、6月30日に募集の方を締め切ります。はい、でその後抽選を行いまして、8月上旬に当選通知を郵送します。はい、入場券につきましては愛媛国体は9月中旬、うん、愛媛大会は10月中旬に郵送します。はい、では申し込み方法、そして締め切りなどなど最後お願いします。はい、申し込み方法はインターネットと郵送の2通りで、インターネットの場合はですね、笑顔をつなぐ愛媛国体愛媛大会のホームページにある専用ページからお申し込みください。はい、で申し込み用紙の場合は愛媛県庁地方局支局市長の窓口で配布している入場券申し込みガイドに付属されている申し込み用紙に必要事項を記入の上郵送してください。はい、で申し込み用紙はホームページからダウンロードすることもできます。うん、で申し込みの締め切りなんですけども、はい、6月30日金曜日当日決心有効となっています。まあ、詳しくはホームページまたは入場券申し込みガイドをご覧いただけたらと思います。はい、でご家族、ご親戚、ご友人などをですね、お誘いの上、ぜひぜひお申し込みいただけたらと思います。よろしくお願いします。うん、改めて申し上げますね。申し込みはインターネットと郵送2通りあります。インターネットは、笑顔つなぐ愛の顔ね、笑顔つなぐ愛媛国体愛媛大会のホームページにある専用ページから申し込み。はい、申し込み用紙は、県庁地方局支局市長の窓口で入場券申し込みガイド。に付属の申し込み用紙がありますので、はい、必要事項を書いて郵送です。ホームページからこの用紙はダウンロードもできますよ。はい、で6月30日が締め切りで当日消印、ホームページ入場券申し込みガイドをガイドで詳しくご覧いただくこともできますので、はい、ということです。はい、はい、ということでございまして、今日は児玉辰己さんにお伺いしました。児玉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。愛媛国体愛媛大会の開会式閉会式情報について、笑顔をつなぐ愛媛国体愛媛大会実行委員会事務局児玉さんでございました。笑顔キャラバン隊情報でした。